はい、どうもいつもです。皆さん絵を描きましょう、ね、久しぶり、全然描いてないなっていう方、ね、久しぶりに描いてみてください。結構、ね、心がモヤモヤとかもすっきりする場合もありますんで、場合もなんですけど、はい、今回は自分にしては珍しくオリジナルです。で、一応イメージしたのは、マッドマックスとかをイメージして描きました。で、マッドマックスは男性ですけど、女性の方 で女性のちょっと芯が強い、心が強い、女性像をイメージしながらちょっと描きました。ちょっと漫画でいうと北斗の拳みたいな感じで描きました。はい、ね、なので表情とかも全然笑顔にしてないんですけれども、でもちょっとサムネイルとか見ていると思うんですけど、皆さんちょっとダークすぎたなと思って、世界観が暗すぎたなって、もう少しはちょっとは明るい方に寄せたかったなと思いました。それともう少しじゃない、誇りっぽく表現できればよかったなって思ってます。はい、なんか近未来的なブラックというような感じに自分は、なってしまって、そこはちょっと反省点ですね。できれば、ね、マッドマックスみたいなちょっと砂ぼこりのような感じにしたかったんですけど、はい、あ、これですね、結構いろいろスーツっていうか服ですね、これどうすればいいかなっていろいろ考えたんですけど、この二の腕、上腕っていうんですか、上腕のところになんかサポーターとか、肩にサポーターね、肩のガードっていうか、あれは結構有名なので、ちょっと違う風にやってみたいなと思ったんですけども、結局は肩も、もう腕全体もサポータープロテクターがつくような感じにしたんですけども、でも完成して思ったんですけども、普通の、ね、ライダースーツのままでよかったなって思いました。そこも反省点ですね。あと、どうしてもこういった自分の他の方が描いているものとかを見てのイメージなんですけれども、こういったなんか女性がマッドマックス風な感じのスーツ、ライダースーツですね、ライダースーツとか着てる絵を描くと、大体ほとんどの人は胸元を結構開いた感じで描くんですけど、それはどうにかして自分はやりたくないなと思って、それで、ね、本当襟元までチャックを上げてるというような感じでやりました。お色気っていうかセクシーな感じは抑えました。はい、なくしました。で、背景に今、ね、人物が結構描かれてますけれども、完成品にはもうないです。はい、変えました。本当はこの女性を、悪者たちが圧巻っていうんですか、悪者たちが取り囲んで、で
戦おうとしているっていうような、でそれで、女性もなんか戦う前のよくポーズがあるじゃないですか、手を指すポーズっていうか手の感触をちょっと確かめるっていうか拳の感触かを確かめるというか、そういった感じで描きたかったんですけど、最終的にもうね本当に暗い世界になってしまいました。あ、この花ですね、最近この花をピンクにしてでまた肌を塗る、肌の色を塗るっていうのをちょっとやらなかったりやったりっていう感じになってます、はい、でこの後ろの線がですね、あ、ごめんなさい、ちょっとバイクの音が入りました、ね、なんか後ろの背景のこの悪者たちの絵がちょっとコミカルに見えるような感じがして、でこの主人公の女性は結構ねシリアスな表情なのに、後ろはなんか、うん、コミカルっぽいような感じがしたので、それで途中から変えました。それでその影響であんなに暗い世界になってしまいました。そのこのコミカルな社会とちょっとダークな世界、このちょうど中間ぐらいが良かったんですけども、ちょっとできませんでした。はい、この下半身のズボンの方ですね、ズボンのところの光のあれは本当簡単でしたね。投げ縄ツールの塗りつぶしってあるんですけども、あれで囲ってなんかパパーって囲って、でそれでちょっとあまりにもシャープすぎるなっていうところは滑らか水彩でちょっとなじませるというような感じでやっていきました。はい、で顔のところもこれはカラーバランスとかトーンカーブとかやったかもしれないですね、うん、すみません、自分が描いているのにどうだったのか、ね、もうこの絵を描いて結構数日経ってるということがちょっとバレてしまいますね、はい、で白目は本当、ね自分がまだこのクリップスタジオもまだ、慣れていない時とか本当白目って言ったらもう本当に白に近い色ばっかり塗ってたんですけども、でも一応白に近いは近いんだけど灰色で白色に近いやつっていうような感じに塗ってってます、はい、もしくは本当白どころじゃないです、これは本当に灰色の色で白目を描いてたんじゃないかな。ここから結構いろいろ迷いながら塗ってますね、光とか。背景もですね、もう本当こんな感じで、後でガウスぼかしやるからっていうような気持ちで、本当はちゃんと描いた方がいいんですけども、ちゃんと描こうと思ったら結構ね時間とか取られるので、でも背景はねないよりはあった方がいいので、もう簡単なものでもいいので
描こうと思って描きました。はい、あ、もうこっからはもうダークですね。でもこの後ろにいるこの人物たちがこの女性のキャラの敵なんだっていうふうにはちょっと、分かるんじゃないかなって、判断できるんじゃないかなって思います。先ほどのね、線画の時の場合はなんか仲間みたいな感じにも見えたので、はい、こんな感じですね。結構もう、ね、いろいろやってます。トーンカーブとかカラーバランスとか、またグラディエーション機能を使って下から上の方に、下から、暗い色がだんだんと明るい色になるような黒と白ですね、それで、グラディエーションつけたりとかやりました。はい、で最後の方ではもう本当にもう影の部分は本当に真っ暗っていうような黒っていうような感じで、やりましたね。はい、でまた自分はこのなんかこういった髪型が好きなので、結局は好きな髪型にしてしまったんですけど、先ほどの線画とかの部分ではいろいろな髪型に分けたりして、あ、これですね、これは人物に、クリッピングで、レイヤーを重ねて、で確か黒に、黒色で塗るつぶしたやつをちょっと薄くしたりして、またそれを消しゴムで消したりとか、そんな感じですね。もうほんといろいろやってます。はい、なのでね、皆さんもいろいろ試してみてください。結構いろんな発見があると思いますので、はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。